はい、トムでーす。今日も仕事忙しくて車の中からまとめ撮りなんだけどね、やってまーす。今日はそうだな、男性のね、ズボンのチャックについてお話しよう。そうだ、チャックについてお話しますね。その前に、僕日々たくさんの雑学や動画の方をね、毎日毎日アップしてるので、そのたくさんに埋もれてしまう前に保存ボタンの方をよろしくお願いしますね。それが僕の応援につながるからね。実は男性のチャック、ズボンのチャックね、これね、これが原因で病院に運ばれる人が毎年1700人くらいいるんですよ。そういうデータがあるんですよ。なんで運ばれるかはみんなの想像にお任せします。痛いやつだよ。そんな感じでした。